痩せるオイルを業務スーパーで選んできました。今回は3つお伝えしていきます。で、一つ一つこのオイルの取り方であったり注意点もお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧くださいね。では一つ目のオイルはこちらです。見えますでしょうか。日清の MCT オイル 100% 中鎖脂肪酸油です。でこちら普通ですね、 MCT オイルというのは遮光性の瓶に入っているものが多いんですけれども、今回私が探し当てたこのですね、業務スーパーさんで仕入れた MCT オイルさんはこれですね、個包になってるんです。でこれでちょっと開けてみますね。でもしあなたがこうダイエットがもう一番目的でいらっしゃるとしたら、今からまあお伝えするオイルの3つあるうちのやっぱり一番おすすめはこの MCT オイルなんですね。ちょっと開けてみます。このように個包になっているので、ぜひですねダイエットしたいということであれば、食事の代わり、まあ、要はこうご飯の代わりにこちらのオイルを取られると、その糖質の代わりにですねすぐエネルギーになってくれるオイルなので、お腹がね空かないんですよね。ですから例えばそうですね、もうどうしても、まあ、朝ご飯を召し上がってお昼ご飯来る間にもお腹が空いたって、何か食べたいっていう衝動に駆られた時に、このオイルをですねさっと、例えばこう携帯されておかれたらチューッと、まあ、飲みやすいですよね、まあ、このままね飲んでも支障はないんですが、さすがにねオイルこのまま飲むときついじゃないですか。なのでどうすればいいかというと、あなたのその普段飲んでいるお茶とかお水とかコーヒーとかにこれをさーっと溶かしてね飲むといいんですよ。そうすると空腹が抑えられて、脂肪も燃焼されますし、何よりもそのこうエネルギーがいるっていう、そのエネルギーに即変わってくれるわけですから、 ものすごくこちらねおすすめなんです。で私瓶状も持ってますけれども、まあ、瓶のタイプって持ち運びにくいですよね。わざわざねカバンから取り出してこうティースプーンで測ってなんてできないじゃないですか。その時に私これを見つけた時にも感動したんです。便利と思ったんですよ。これがあればあなたはいつでもどこでもさっと手軽に痩せるオイルを飲み物に混ぜて召し上がっていただくことができますから、これぜひ利用されてみてくださいね。でこの MCT オイルがなぜ一番痩せる、ま、オイルなのかということなんですけど もうとにかくその糖質を減らしてくれて、脂肪をどんどん燃やしてくれるわけなんです。で体脂肪にもなりにくいオイルですし、もう消化吸収が早いからもう即エネルギー化して、まあ、あなたの空腹を抑えてくれますよというこの優れものなんですね。で私はこのオイルこのままで飲むことはやっぱりしませんね。飲み物に混ぜます。でこれは加熱してはいけませんから、お料理には向きません。もうとにかくもうそのまま混ぜて飲むというオイルがこの MCT オイルなんです。からポイントはお腹が空いた時に、まあ、お米やパンの代わりにこれをさっと取るというのがポイントなんです。では次2つ目おすすめいきたいと思います。でこちらですね、2つ目はこの MCT オイルに比べると、その脂肪燃焼効果をこう期待するっていうオイルではないんですけれども、そもそも脂肪をこう燃焼できる体質になるための必要な油だなと思ってくださいね。アマニ油と言います。これなかなか普段お料理に使うってないです。なぜかというと、これもですね加熱してはいけないオイルだからなんですね。で私が業務スーパーさんで見つけたアマニ油、アマニオイルはこちらです。見えますでしょうか。カナダ産ゴールデン種 100% 必須脂肪酸のオメガ3が入ったアマニオイルということで、ここにですね日本アマニ協会認定商品って書いてあるから、もうこれは安心だなと思って購入したんですね。やはりこういったこう認定マークがある商品ってすごく大事ですよね。しっかりとした基準を満たしているという証拠ですから、私は今回このカナダ産のゴールデン種アマニ油を購入しました。で味も結構色も綺麗なんですよね。
少しね黄色みがかった色です。普通のアマニ油ってそこまで黄色くないのになと思うんですけども、やはりカナダ産だからかなと思います。でこちらのアマニ油はなぜいいかというと、あなたのその腸内環境を整えてくれるオイルだからなんですね。私も美腸活専門家ですから、もう別動画でももう何度もしつこく言ってますけれども、あなたの腸内環境が悪い限り、どんなに食事制限をしたとしても、もうきつい運動を頑張ったとしても、決して長期的に痩せることなんかはできないからなんです。そこでこのアマニ油をティースプーン1杯ですね、1日にそれぐらいを目安に取られるといいんですけれども、このオイルを取ることで、あなたの腸内で痩せ菌と呼ばれるその善玉菌をですね、こう増やしてくれる環境づくりにも非常にこうサポートしてくれるオイルなんですね。でこれをどうすれば普段取れるかということなんですけれども、先ほどの MCT オイルと一緒で飲み物にこう混ぜてもいいんですが、おすすめは私朝食にですね、例えば卵かけご飯にティースプーンちょっと1杯ちょい足ししたりですとか、卵かけご飯にしない日は納豆のタレとして使うんですよ、調味料の一部として。で私普段納豆に添付してあるそのタレで使わないんですね。添加物が多く入っているから使わないんです。じゃあ代わりに何をしてるかというと、ここでおすすめレシピなんですけども、好みにもよりますが、私の場合は納豆1パックに対してこのアマニ油をティースプーン1杯、黒酢をティースプーン1杯、塩麹をティースプーン1杯、この3種類をよく混ぜて納豆にかけて食べるんですね。美味しいです。これにごまなんか、もうすりごまなんかかけたらもう最高に美味しいんですね。そういった形で取る時もありますし、時間がない時はお味噌汁にティースプーン1杯混ぜていただくこともあります。で朝取れなかった時は夜ご飯、晩ご飯の時にですね、そのお味噌汁にティースプーン1杯入れることもあるんです。では次、最後3つ目いきたいと思います。最後のオイルもMCT オイルに比べれば、その脂肪燃焼効果促進というよりは、あなた の, その中性脂肪 の, 数値をですね抑えてくれる役割があるオイルです。中性脂肪になりにくくしてくれるわけですよね。最後私が選んだのはこちらです。見えますか、オメガ3毎日小さじ1杯って書いてます。しかも有機エゴマ油なんです。でこちらですね、見えますか、ここすごく大事、JAS ジャスマークがついてるんですね。食品油脂 の, 検査協会ということで大事ですよね。これもジャスマーク認定のオイルなので選びました。しかもこう有機です、有機エゴマです。でこちらもやはり、1日あたりティースプーン1杯を目安にしてください。オメガ3の油ですよね。でこれもやっぱり腸内環境を整えるものです。で先ほどお伝えした中性脂肪を抑えてくれる、でシソ油とも別名言われてます。シソですね、ちょっと香りがねシソ風味することもありますが、そこまでそんなに気になるような香りとか味とかはないですね。なので先ほど私がおすすめしました卵かけご飯にちょい足し、納豆にちょい足し、味噌汁ちょい足しと、そういった使い方、飲み物に混ぜたらちょっと癖がある場合があるかもしれないですね。お好みだと思うんですけれども、飲み物でももちろん OK で、こちらも加熱は不可です。調理料として使ってはいけません。成分がねしっかりうまく作用しませんので気をつけてくださいね。さあいかがだったでしょうか。私が今回業務スーパーで選んだ痩せるオイル3選ご紹介してまいりました。ただこのオイルたちですね、注意があります。まず加熱しないでください。あとはやはりその有機栽培のものであったり、その添加物がちゃんと入っていないかどうかはきちんと原材料裏確認して見ていただきたいと思います。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのようにさまざまな腸活法や健康法をお伝えしていくことで、女性の方たちがきれいに健康的に痩せるを応援しております。ぜひチャンネル登録や高評価ボタンしていただきまして、どんどんご参加ください。私とても励みになっておりますし嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。